どうもこんにちは。今回はマグロの中身からトロを簡単に量産できないか検証していきたいと思います。以前画面に映している動画でマグロの赤身をマヨネーズに漬け込むことでトロになるというレシピを紹介しました。マグロとマヨネーズのトロは意外と有名なレシピでして、原理としてはマヨネーズの油分がマグロに浸透してトロみたいになるみたいなんですよ。だからここで思ったんですよ。じゃん、一般的なサラダ油、赤身に油分を追加すればトロになるのであれば、サラダ油でオイル漬けにしてもトロになるんじゃないかと思いまして、もしこの検証でトロに簡単にできるのであれば、赤身でトロが量産できるというわけなんですよ。だから今回サラダ油でもトロになるのか検証していきます。そして今回の検証に使うマグロなんですけど、3種類用意しました。まずこちらが本マグロの赤身です。一つは通常の赤身なんですけど、もう一つは塩を振って水抜きした塩マグロとなっています。水分を抜いた方が油が入ってよりすごいトロになるかもしれないので、その辺も違いがあるのか試していきます。次にこちらはキハダマグロの切り落としです。今回はこの3種類で試していきます。まず本マグロ2種にサラダ油を絡めていきます。全面にしっかりと絡むように転がしていきます。次にキハダマグロなんですけど、一つは先ほどと同じようにサラダ油を絡めます。そしてもう一つはオイルに完全に浸かるように多めの油で漬け込んでいきます。準備できたものがこちらです。この器たちにラップをかけて4時間冷蔵庫で寝かせていきます。4時間寝かせたものがこちら。では各種実食していきます。まずは油を絡めたキハダマグロです。見た感じは普通のオイル漬けで、色味は特に変わっていません。ではいただきます。味わいなんですけど、そのまま食べた時にある生臭さを一切感じません。一方でマヨネーズの時のようなトロ感があるかって言われたら一切ないです。臭みが抜けてるのでこれはこれで美味しいんですけど、ぶっちゃけサラダ油をつけて食べている感じです。では次に油に漬け込んだキハダマグロです。油に漬け込むことで違いが出るかを確かめます。いただきます。先ほどのキハダマグロと特に違いはないです。そして次の本マグロ2種に関しても食べてみたんですけど、もともと臭みがないので単純にサラダ油を絡めて食べた味にしかなりませんでした。なので今回の検証結果です。サラダ油に漬けることで刺身特有の臭みは取れたんですけど、マヨネーズみたいにトロのようなコクや油感は一切出ませんでした。マグロの赤身の臭みって醤油をつければそもそも気にならないレベルなので、マグロをサラダ油に漬けるのはおすすめしません。以上です。動画が参考になりましたら、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。